この作業って意外としてないよねっていう作業を100リットル分ぐらい多分入れていく感じになると思います。そうだ、お、いいぞ。はい、どうもこんにちは、ひのりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが車検くんです。いや、具志堅ですよ。いや、車検だ。なんでだよ、俺が正しいんだよ、絶対に。車検に全ベッド。おじゃ、とんでもないぞ。負けが見えてるだろうよ。そう、え、なに、結果具志堅。うわ、負けた。いや、だ見えてただろうって。え、車検はだってなんか車検の件で合ってるでしょ。違うわ、僕の剣という感じはですね、具志堅の剣っておかしいの、肩上げ持ってるの肩なの。言わせろよ、待ち伏せされた気分だわ。頼まない。いや、でもちょっとさすがにカツ入れないといけないかも。ああ、そうですね、うん、申し訳ない、ちょっと、はい、痛々しいかもしれないけど、うん、ちょっと具志堅も、うわ、これが俺のもうなんか、まあ誠心誠意だと思ってちょっと見届けてほしい。大丈夫かこれ撮るの。いや、そうだから、まあ最悪ちょっとカットになっちゃうかもしれないけど、うん、一緒、伝説だった。伝説だった。しかも左手右手添えてる。はい、ということで今日も始まりましたけども、はい、オープニングからアクセル全開でね、まあまあまあ、うん、ご機嫌なようで。いや、まあね、そんな、おい、バタフライか、おい、デジモンのオープニング曲のご機嫌な蝶になっての、あのご機嫌なって、今日は畳みかけていきたいなと、前半から。そうか、うん、っていうぐらい、まあ久しぶりにこの作業って意外としてないよねっていう作業を今日はやろうかなと思います。ポケモンカード開封ですか。いや、そんなわけないだろう。下は最近1時間45分かけてサブチャンで動画撮ったけども、ああ外したわ、まあ、あれ目的のカード、お目当てのやつも当たったという。いや、当たってないんだよ、だからびっくりするぐらい。さすがにメインチャンネルには持ってこないよ。ああ、作業か、普通に。そう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 、何の作業だろう。まあ言われてみればカード開封みたいな何回かしてるんだけども、メインチャンネルでも、そう、の買取価格分クワガタ買うみたいなのとか、あー、そうやったりしてるんだけど、はいはい、今日は違います。違うんだ。はい、なんだろう、もうだからこの作業は具志堅も知らないかもしれない、下手したら。この作業は見たことないかも、具志堅っていう作業になるんだけども、うん、幼虫を個別管理に移行します。おー、というとそういうことです。教えてくれよ。まあ確かにこれだけじゃ分かんないか、はい、まあ幼虫を個別管理にっていうことは、まあ幼虫が、複数入ってるケースにいるやつがあるんですけど、はい、それをまあ個別に分けていくっていうやつで、はい、まあ結構、まあうちだと多頭飼育みたいな国産カブトとかやってたりするけど、それとはまたちょっと違って、採卵とかした時に、うん、卵を入れてるボトルとか覚えてる？具志堅。蓋がついてる、うん、あの割り箸で、あ、そう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 、穴開けて、はい、その中に入れて、大体、まあ、2000cc ぐらいのブロー容器なんだけど、はい、そこにまあ10匹ぐらい、10個ぐらいずつ入れて、管理して、まあ、孵化して頃合い見て、まあ、またマット交換移動していくみたいな言ってるんですよ、うん、それのなんで今回は卵を保管してたボトルから、幼虫になった子たちを分けていくっていう作業ですね。へえ。そう、これね意外とやってなかったから、うんうんうん、これを機にやろうかなっていう、うんうん、ところで、まあ種類はね後で出してからって感じになるんですけど、はい、まあここ、まあ、幼虫、まあ、出してからか、全部出してからにします。はい、はい、今回なんで、まあ、言ったら割り出しに近いかな、うんうん、幼虫を取り出すって感じで、はい、今回割り出す子たちこちらです。はい、はい、こちらです。逆。おい、Wi-Fi 切れたのか。いいよ。使わせてもらった。スタンドアップ講義、殿下の方と。あ、俺言ってる？そんなこと。Wi-Fi 調子悪いようで。あ、とか言ってるんだ。エース。あ、エースだったんだ。そう、スタンドアップ講義漫才の。エース。俺それエースだったんだ。俺全然知らなかったけど。いや、あれはいいです。エース。あ、いやいや、じゃなくて逆ね。そうだよ。逆でしたから。逆って指摘したら固まったんだよ。ああ、そうか。そう。ごめんごめん。視聴者の方にメデューサいるから。出てもらいましょう。いや、いねえわ。言わせんなよこっちに。いるわけないだろ。これね。はい。合計、8ボトルあって、はい、種類は2種類。おお。
ヘラクレスオオカブトとネプチュンオオカブト、世界1位と2位ですね、のカブトムシというところで、はい、ここに、ボトルに入れて、ま、最大基本最大10匹でだから10匹以下って感じになるんだけど、卵があってそれを割り出して卵が何匹幼虫になってくれてるかみたいなのも、言ったら10匹中10匹っていうこともあれば10匹中0っていうパターンもあるし、うん、まあ、言っても無精卵っていう可能性もあるから、うんうん、っていうので、まあ、何匹いるかっていうのは正直分かんない状態なんだけど、うん、これを、まあ、だから幼虫の数も含めて確認していきつつ個別に分けていくって感じですね。はい、はい、普段マット交換とかをやったりしてるけど、ヘラクレスとか特にそう後ろのでっかいケースだったり、まあ、メスはほぼ動画に出てないけど、はい、メスはもうこのボトルに1匹ずつ入れてるって感じで、今の段階でオスかメスか分かるんですか？今の段階は気合い入れれば分かるかもしれないけど、でも このタイミングではやらない、うんうん、で、まあ、そこら辺も含めて今回ちょっと作業をさせてもらおうと思うんで、はいはい、まず、まあ、始めるにあたってこれ、まあ、ボトルにヘラクレスのマット交換オスのやつって先に土を用意してで、ひっくり返して体重測ってでちょっとだけ糞とかを残して新しいマットを足していくみたいな感じ、うん、その間に幼虫入れてるみたいな感じだけど、ちょっとその感じとは違くて、はい、まあ、これは僕のやり方って感じなんで、まあ、参考になるかならないかというか、試してみたい方は試してほしいなぐらいなんだけど、うん、まあ、僕はこうやってますっていうところで、うん、まずこれ幼虫をパッと出して確認してでその幼虫分ボトルに土を入れていくというか、はい、って感じになっていくんだけど、それだとやっぱこんだけ数がいるとちょっとテンポ悪くなるから、うん、僕の場合は先にボトルをに土を入れていきます。お、うん、でまあそのそれもまあなんて言うんだろうな、まあ、ざっくりかざっくりって感じなんだけど、そこの基準としてまずここに、まあ、これだとこういう感じでかける10、7月5日にかける10って書いてるのはこれ卵の数見えるかな。あ、はい、そう 10個入れてたって感じ、7月5日に、うん、ってことはまあ最大10匹いるから、はい、このここの数字に合わせていきます。なるほど、うん、で余ったら、まあ、余ったら余ったでうちで言うと卵管理に使ったりとか、まあ、他の幼虫だったりもいる、卵も他に動画外でっていうパターンもあるから、まあ、余ってても問題ないって感じだからそうやってるって感じですね。うん、で、まあ、最初もう見せちゃったからあれだけど、基本的に7月5日で、はい、今が10月の、まあ、下旬か、うん、って感じで、だいたいまあ3ヶ月から3ヶ月半ぐらいここに置いてるイメージ、うん、はいはい、うん、だからまあ幼虫になってからは2ヶ月から2ヶ月半ぐらいのイメージかな、うんうん、になるまでこの中に入れてます僕の場合は、うん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 、っていう感じなんで、あ、違う、ごめんごめん、8月か、これはちょっと遅かった子、うん、基本的にはこっちかな、この8月、はい、8月で、大体だから3ヶ月ぐらい、3ヶ月弱ぐらいで個別に管理していくっていうイメージになるかな、うん、まあだから幼虫期間が2ヶ月ぐらい、うん、すればある程度大きくなってくれてるから安定もしてるんで、はい、そうなったら個別に移していくって感じで、うん、でさっき見せたこの7月の子、はい、これはまあちょっと交換タイミングが遅くなってたんで、うん、その分土を足してます。おー、なるほど、うん、数は確認することなく足してるって感じ、うんうん、になりますね。他の子たちは半分、基本半分しか入れてない、うん、やっぱ2ヶ月、3ヶ月ぐらいでここ全部ある程度食い切るかなっていうイメージだったから、うんうん、半分しか入れてなかったんですけど、この子はそこからさらに足したって感じですね。はい、これで、なんでまずはだから、土を足していく、土を、まあ、個別のボトルを用意するって感じですね、まず、うんうん、はい、って感じになるんで、ざっくり数数えていきましょうか。はい、はい、まずネプチューンが10匹10個、はい、うん、で、もう1匹、あ、いないか、で、かこのボトル 1個だけか、ネプチューンは、ネプチューンオオカブト、うん、卵10個、はい、で、まあ、ヘラクレスも全部まとめてになるんで、うんうん、このままヘラヘラ10個同じマットでいいんですか？全部同じマット。おー、そう、これはハワイアンビートルの J01、 ちなみにで、こっから以降はもうハワイアンビートルの J02 って感じで僕はやってます。はい、で、これもヘラヘラ10個、30、うん、で、ヘラヘラ2個、32、うん、ヘラヘラ6個、38、うん、ヘラヘラ2個、40、はい、で、これもヘラヘラ7個、47、うん、で、
これがヘラヘラ8個47、55、うん、はい、ということで合計5億です。いや、多いな。人間が一生でスマートフォンをタッチスクロールする回数か。多いな。知らんけど、知らんけど出ました。具志堅名物、知らんけど。危ねえって。いやいや、ごめん、あんなスラスラ言う。5億です。あ、ごめんごめん、足さないんだ。ごめんごめん、ついつい、何何、忘れちゃったよ。もう、あと俺もどうしても言いたいから言うんだけどさ、うん、具志堅5億の時の例えの、うん、なんていうの、髪の句、人間が多くない。傾向として最近ね、最近特にトレンドだから。やまないって。5億トレンド、5億トレンド、人間がって怖いから、なんか。ごめんなさい、5億は言い過ぎました。多いです、計算ミスです。55、最大なんか55匹幼虫がいるはずって感じで。なるほど。それよりかはさすがに少ないはずだから、うん、でもまあ最大数の55個をまず作りましょうか。うわ、はい、すげえ数だな。そう、まず作るって感じになるから、うん、そこを、まずなんでボトルとマット用意しましょう。はい、ボトルとマット、こちらです。はいはい、はい、ということで準備できました。はい、これが、一応用意したボトルと土、はい、土は50リットルハワイアンビートルの J02 を入れました。はい、で後ろ、これが多分56個かな、全部8ずつ入ってるはずだから。うん、そうで、これは過去にもう先に入れといた土、採卵用のっていう感じで、これも使います。はい、で、なんでこれをもうバンバンまず入れてくって感じ、はい、になるんで、これを動画でっていうのがやる機会がないかな。ちょっとやり方むずいな。もう先にあらかじめ作っておくと。そう、その間幼虫を全部取ってからでもいいんだけど、うんうん、幼虫取ってからだと幼虫が結構な時間外に置いとくことになったりすることあるから、はい、そうだから先に作ります。うん、はい、で青く鳴らさせていただきます。はい、宇宙天地溶岩鏡、幸福駒、号令諸行、我が左手込められし青き細胞たちは今こそ目を覚ますのだ。はい、逆です。早えな。声がありがとうございます。本当かね。本当にありがとうございます。いや、そういう意味じゃなくて、今のタイミングでしてくれたのかが本当かどうか。あ、まあでもタイミングは人それぞれだから。でももうこのタイミングでしてますっていう人も出てきちゃってるぐらいだから、すごいな、ありがたい話ですよ。はい、これで、ごめんなさい、これで青くならさせていただいて、はい、まずここにバンバン入れていきましょう。で、多分50じゃ足りないんじゃないかな、56個ってなると。幼虫を1匹ずつ入れて、まあ、ここに8割ぐらい詰めていくって感じのイメージですね。はい、もうだからこんな感じで、これでもうトントン、おー、これをもう繰り返していく。なるほど。そうだから、これ50じゃ足りないかな、これ 2100cc だから、うん、まあ単純計算、ここだけで16使う計算になるから15ぐらい、うん、15の1、2、3、4、5、6、7で100近く使うんじゃないかな。だからもう1セットみたいな、この土を、うんうん、だから100リットル分ぐらい多分入れていく感じになると思います。はい、そうだから結構な時間ね、この土を入れる作業になるから。うん、まあ そのあれか、よく言うスペースの問題がとか、うん、いうのがなんとなく分かった気がしますね。おー、というと、で行ってみたら、うん、2ヶ月3ヶ月は1カゴ、緑のカゴ1カゴで、そうそうそう、やってたのが、うん、今もう目の前にあるだけで1、2、3、4、5、6、7カゴぐらいあるから。そうね、そう、3だからこのカゴいっぱいになったら、単純計算で言うと、まあこれぐらい3ヶ月後ぐらいには必要になってくるっていう。で、そっからまたオスメス振り分けたら、次はどうだろう、まあ50匹ってなったら半分ぐらいがオスって考えたら、1棚プラス3カゴぐらい必要になってくるみたいな感じになってくるからね。実感しました。あーでもよかったわ。そうだから、そう相当スペースがね、だから贅沢な話はもっと広い部屋がいいな。まあそうか、うん、なんか管理もしやすくなりそうだし、ね、いやだいぶね、だからなんかイメージ的にはなんか、そしたらもっと他にちょっとやりたい種類もだけど、うんうん、やりたい管理方法みたいなのもできたりする気がするから、
そう、広くなってほしいな。やっぱこの作業スペースがね、どうしても狭いし、うん、座りのスペースしかないから、うん、はいはいはい、そこの大変さもあるよね。ほら、もうあっという間に、まだ2カゴの途中なのに。この東京のこの地域で一番土使ってんじゃないかな。まあそうでしょうね。大げさではなく、うん、これでまあ全頭孵化してくれ、孵化してくれてれば嬉しいけど、うん、やっぱり孵化率が100っていうのはまあなかなかないかな。あ、うん、そう、どんだけ有精卵の子でも8割あればいいイメージかな。うーん、だから10個あったら8匹そのこの状この個別にするタイミングで残ってくれてたらいい方っていうイメージですね。うん、もうこっからはこの地道な、いやなんかこれね、正直動画外でマットは入れとくか迷ったんだけど、うん、はい、うん、やっぱまあせっかくだしね、具志堅と最近ゆっくり話す時間もないからさ、うん、いやそんな仲一日ぶりだよけどあれそうだっけ、そう仲一日ぶりに会ったんだよ。でもあれ図書館とかじゃない。何をしに行くんだよ図書館に。俺本読まねえわ最近。あ、具志堅読まない。うん、最後読んだの何？でも芸人さんのエッセイみたいな。ああ、はいはいはい。うん、まあそういう系になるか。そうっすね。俺マジで最後読んだのなんだろうな。マジで読まないからな。うん、もう覚えてない。うん、覚えてないぐらいだけど。漫画もあんまり読まなくて。うん。チェーンソーマン、うん、読んで、うん、あんまりだなってなって、おうおう、あ、まあ試験的には、はい、で最近アニメ始まったんですけど、めちゃめちゃ面白いです。あ、アニメの方、アニメ派だよね多分ね、俺も具志堅も、うん、アニメ派です。文字じゃ理解しきれないというか、うん、そうだから、まあ鬼滅の刃はまあ結果最後まで読んだけど、はい、やっぱ最初アニメで入ってるからあんだけ楽しめた だと思うんだよな。と言ってる間にもうあっという間に50リットルなくなりました。はい、これちょっとまた足します。はい、いきます、せーの、はい、追加で50リットル足しました。だから100、130ぐらい使うかもね。なるほど。そうだからまあ一時ね幼虫は出てこないんで、うんうん、もう僕らの会話が気になった方はここを見てもらって、うんうん、で気になってない方もここを見てもらって、どっちにしろ、でまあ幼虫の個別の場所は全然好きに飛ばしてもらってもいいんで。おい、そこがメインだよ。あ、そうか、うん、そこまでの今道のりだから、ね、結局は。まあ確かにね、うん、結局登山もね、やっぱ登山でロープウェイがある場所ないとこあるけどさ、はいはいはい、ロープウェイを使って上がった山頂の景色と、自分の足でこうゆっくり疲れながらも歩いて登り切って見た山頂の景色、どっちが綺麗かみたいな話だよね。具志堅どっちだと思う？あー、まあ俺行きは歩いて行きたいかもしれない。あー、登りか。そっちの方がやっぱ綺麗に見えるかもしれない。うん、景色どっちがこう綺麗に感じるというか。あー、そっちじゃないですか。あー、やっぱ自分の力で歩いた。うん。どっちも綺麗なんだ。え、ロープウェイと自分の足で歩いて結果はだから、まあそう、そう、まあ感情プラス込みで、うん、こう脳裏に焼き付くとかあるかもしれないけど、うん、結果どっちも綺麗だから、その綺麗は綺麗だから、綺麗なのは変わりないから、はいはい、全然好きに飛ばしてくださいって話。あー、なるほどね。そうそうそう。あー、そういうことか。ごめん、なんかうまくいかなかったな。この冬時期に入ってきて、うん、若干暖房が入り始めたんだけど、この家も、はい、この部屋も、うん、暖房の時の難点、はい、やっぱ体感温度が冬ってこの部屋が逆に暑い部屋になるから、うん、夏は この部屋が寒い部屋でじゃん。まあまあそうか。22度っていうのは、うん、部屋の割には寒いというか、うん、けど冬場になってくると22度、部屋の割にはちょっと暑いというか、おうおうおう、から暑い今。ああそうか、まあ、作業しながら、うん、そうそうそう、そこが難点だね。あ、じゃあこういうの動画外で黙々とやってたりする時もあるってことですか。そう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 、
動画外の方が多いね、やっぱね。生配信とかやりながらっていう時もあるんだけど、はいはいはい、そう、それもそれで楽しいんだけどね。うんうん、でもやっぱ黙々とやってる時の方がやっぱ早いから、あ、何も気にせずっていう方が、うん、そうそう、だから結局作業優先になっちゃうからね。道具試験、これボトルにたくさん土が詰め込まれてってるけど、昔を思い出す。なんで俺詰め込まれてるんだよ。外で伸び伸びやってきたわ。あ、そう。詰め込まれてるって。具志堅沖縄出身じゃん。はい。まあ出身地言っといて関係ない話なんだけどさ。ああ。友達ん家お泊り会とかあった？ああ、ありましたね。小学と。ああ。で飛んで高校生の時めっちゃ覚えてるな。ああ。やっぱワクワクした？お泊り会。あーとは、まあいとこんちか。いとこの家。へえ。あ、近いんだいとこんち。あ、まあでも車あったんで親に送ってもらってみたいな。ああ、いいね、はい、仲いいんだ。仲良かったっすね。いいなそれ。え、なんかお決まりのやつとかあった？お泊り会で何やったっけな。いとこの家行ったらゲームできたんで。ああ、それとかかな。ああ、何のゲーム？いや、もう覚えて、何やったっけ。鉄拳。ああ、鉄拳か、格闘系ね。うん、うんうんうん、あ、いいね。あ、確かに喧嘩とかなんない、そういうのって。いやさすがに、うん、うん、なんかだ、おじさんおばさんっていうんですか、うん、いとこのお父さん、うん、おじおばもてなしてくれる。あー、確かにそれもいいね。飯も一番先に食わしてくれる。あーあー、うん、しかもまあちょっと張り切ってくれるというか飯。あー、そんな感じっすね。確かにな、うん、それいいな。あ、ちょっと先に足すか。残り128の13か、13の13だから、で、ここに、3リットルは残ってるでしょ。40リットルか、3袋でいいですね。3袋足します。はい、いきます、せーの、はい、はい、30リットル足しました。はい、これで多分ちょうどいいと思う。なるほど。そうか、お泊まり会、いとこんちか。なんかお泊まり会といえば俺友達ん家だからさ、まあいとこが遠かったっていうのもあるんだけど、鹿児島と、宮崎は宮崎だけど鹿児島寄りだったりとか。もうもっぱらパワープロだったね。パワープロのサクセスとか。それ友達同士でやるんですか？そう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 。へ、友達同士でっていうか一緒に作るみたいな。ここは筋力で行こうよとか。ああ、それ珍しいんじゃないですか。対戦じゃないんだ。あ、まあ、対戦もするけどサクセスの方が楽しいね。だからまあ自分でプレーするタイミングあるじゃん。甲子園目指して3打席自分の選手だけ3打席やるとかあるじゃん。うん、あれを交互に打ったり。ああ、なるほど、ね、お前頼むぞみたいな。ああ、面白いかもな。そう、あれ結構楽しかったね。うんうん、そうで、その時に俺まあ基本なんかそんな感じだったんだけど、まあいつもパワープロするとか、うん、で、あとまあ2人お互いやりたいゲームあった時はテレビがなんか2個あったから、そのおいすんち、テレビをキッチン、あ、リビングから持ってきて、おで、おのおのやるみたいな。へー、やってたんだけど、なんか1個だけめっちゃ印象に残ってるのが、そいつんち弟がいたんだけど、はい、弟がどういう流れかわかんないけど寝る前に弟歌うまいみたいな話になって、うん、小学生、小6ぐらいで、海猿のあれ、曲名ちょっと忘れたんだけど、うん、信じようっていうやつ、あれをフルで歌ってもらうみたいな時間があって、はい、なんかほんと歌姫みたいな名しながら歌うの、うん、男の子なんだけど、うん、終わって、おー、うん、うめえね、うん、おやすみって寝た時間があったんだけど、そう、あれがなんかめっちゃ印象に残ってんだよ。あれ、もっと気の利いたこと言えなかったのかなとか。なるほどね、うん、せっかく歌ってくれたのに。そうそうそう、私、まあ、うまかったし。あ、確かにちょっと恥ずかしいですもんね。そうそうそう、お兄ちゃんの友達の前でって。あれ、何の時間だったんだろう。それを今ふと思い出したんだから。はい、これで、あと、もうこのカゴだけか。こんな話してる間に、いや、手際いいですね。まあ、手際が良かったのか、俺らのね話が盛り上がってしょうがなかったからなのか。いや、前者だよ。後者は考えにくい。嘘、うん、いやでも面白かったじゃん。
まあ、思い出は思い出話やね。まあね、だからあのあれとかピークどこだったかな、まあ、うん、あれか具志堅が、うん、一輪車、うん、安定感ないから、うん、補助輪つけたって話、あれ面白い。おい、そんな面白昔話ないわ。それじゃ三輪車じゃねえかよって言って終わったあの話。そんなわんぱくな子供で痛かったわ。なんか女の子が乗るもんだと思って近づけなかったわ。まあ、確かになんかそのイメージあるし、うん、あれむずいしね。むずいっすね。あれすごいよね、なんか女の子めっちゃうまかった。バランス感覚というか、そう。はい、って言ってる間にちょうど土もなくなって。ちょい残り。はい、終わりました。はい、ちょい残り。この場合は僕は、追加でボトルに入れとくって感じです。なるほど。はい、そう、なんで、ここから足して。おぉ。だまあ僕の場合は、まあ基本もう、あったらあっただけ使うから、入れるんですけど、普通の方だとそういうパターンも、まああんま珍しいと思うから、その場合は僕、チャック式のポリ袋とか、に入れて保管しとくみたいなのがやっぱ一番無難だとは思いますね。そういう備品も僕概要欄に載せたりするんで、ぜひ、それも概要欄から飛んで見てみてください。これで、まあ、OK かな。よし。はい、これで、まあ、ちょっと余っちゃったんですけど、これで OK です。はい。これで、いよいよ、うん、いよいよ幼虫を入れてきます。なので、もうここから割り、まあ、言ったら割り出しみたいな、ネパリンシスとか、なんかボトルの産卵セット組むタイプのクワガタいるんだけど、うんうん、その感覚に近いかな。何匹いるんだろうみたいな、感じになるんで、じゃあまずはネプチューンからいきましょうか。はい、はい、これ7月になって、だからちょっと、個別にするタイミングちょっと遅れた子だから追加で土を上に足してるやつなんですけど、これが10匹いたら嬉しいって感じ。さあ行きましょう。そう、糞があるから幼虫がいるのは間違いない。はい、お、来ました。はい、お、どうだ。あ、結構、はい、思ったより大きい。そう、結構大きくなるまで入れてる。さあ、どうでしょう。ここで数えてください。1、2、3、4、5、6匹ですね。だからまあ言ったら孵化率6割、ここまで大きくなってくれた子が6って感じですね。まあ、じゃあその他の子はまあ無精卵だったり、うん、途中で星になったりって感じかな。そう、こんな感じで、でもうこれぐらいだったら実際まあオスメス一応見分けられるっちゃ、ま、見分けられるけど、うん、間違えることもあるし、個体差によってはちょっと見づらい子もいるから、これは多分オスとか分かるは分かるんだけど、でこれぐらいになってこのボトルに入れて、2ヶ月から3ヶ月後ぐらい、だから幼虫になってから4、5ヶ月ぐらいになってマット交換したタイミングでオスとメス分けていくって感じかな。うーん、だからとりあえず1回はここに入るって感じ、みんな個別で。なるほど。でこの、6匹分、もうこの大きさだと、うん、6匹1つ家で暮らすのは難しそうですね。そうね、もうこっからはもうぐんと大きくなるし、うん、そう、餌の数も餌の量もどんどん必要になってくるから、うん、これをもう、まあ、指で穴開けて、うん、でこう入れていくと。そんな奥まで指は穴開けなくていいですか。まあもう潜ってくれるからこんな感じでやってるかな。クワガタの場合はね、下まで掘ってっていうことが多いけど、はい、カブトムシの場合はそうはしてないかな。うん、そんなに、あと片爪にもしてない。そう、まあこれはもう個人の僕のやり方になるんで、まあ、参考程度に。はい、で、もう締めていく。で、人によっては今すぐ入れたけど、マット入れて2日3日後に幼虫を入れてくっていう人もいる。まあガスが発生するとか熱がっていう可能性もなくはないから、うんうん、でも今んとこその心配はなさそうかなっていうイメージかな。うんうん、で普段はここでテプラ
張っていくっていう感じなんだけど、はい、ちょっと今回は動画なんでちょっとね、まあ、一気にやっていきたいから、はい、これは一旦こういう感じで、このカゴはネプチューン入れてますよっていう、うんうん、これだけは絶対分かんなくならないようにやるとしたら、はいはいはい、そうだから実際は、やってテプラで貼って、次の子行くって感じのイメージですね、うんうんうん、さあそしてこれも、まあ、万が一もしかしたら取りこぼしあるかもしれないというか、まあないんだけど、うん、こんだけ大きくなってたら、うんうん、ないんだけどもしかしたらいる雑虫とかがある可能性あるから、はい、これも一回一回一旦綺麗にします。おお、はい、なんでいきます、せーの、はい、はい、ということで一旦軽く綺麗にしました、うん、さあそして次それで6匹でした。はい、さあそして次は、こことここ、これが同じ親だからここ一緒にやります。ヘラクレス、ヘラクレス 171.5 と73の8月、8匹と6匹、だから合計14匹がどうなってるかだけど、なんかそんなにこう土の減り方的に結構少ないかもしれない。さあ行きましょう。これは半分だけ入れてたって感じかな。あ、でも糞はしっかりあるね。はいはい、おっ、いいんじゃない。これ8匹、まず1、2、3、4、5、6、7、お、7匹ですね。だまあ悪くはないかな、うん、で、まあ、大体これぐらいのサイズ感、はい、で移し替える。ネプチューンはちょっと1ヶ月遅かったっていうのもあるけど、これヘラクレスでしょ。これはヘラクレス。このサイズ見るの初めてかもしれない。確かにちょうど見ないよね、ちょうど動画にしてないサイズ感だから、はい、そうで、こっちも同じ親になるんでこっちが6、うんうん、さあどうでしょう、いきます。お、いいね。 おでも悪くなさそう、はい、どうだ、6いた。さあ1、2、3、4、5匹か。なんで、合計が12か。14匹中、14個中12匹。だからまあ悪くはないって、うんうんうん。いや、よかったよかったです。はい。で、これも入れていくと。12匹ね。そう、でもこれも同じ時期に卵だった子たちだけど、多分メスが産卵したタイミング、はい、によっては卵って大体1ヶ月間ぐらいだから、それだけでもこんなにばらつきが出てくるっていう、単純な個体差も出てくるけど、これでもでかいもんね。でかいっすね。そう、これで昔は、前動画にした時はもしかしたらここにこのボトルに半分入れてたんですけど、マット、はい、半分入れて、2ヶ月経ったら上からさらにマットを足していくみたいな、うんうん、でその1ヶ月後にオスメス分けていくっていうマット交換をしてたんですけど、うんうん、最近はもうこの中に2ヶ月半から3ヶ月ぐらい入れて、うん、オスメス判別していくっていう感じに変わったかな。ああ、もう最初から多めに入れてると、うん、そう、その前やってた理由が結構マットが発酵したりとか、前使ってたマットだから、うんうん、発酵したりとかするから、そういうのを防ぐためにある程度空気が入るように半分にしてたりとか、うんうん、結構まあマットの環境とかなのか、まあ幼虫が欲しいなっちゃう可能性もあったりするから、うんうんうん、そういうのもあってちょっと、まあ、マットの節約じゃないけどっていうのも含めて半分にして、もし、まあ、元気そうだったらそこに入れていくみたいな感じにしてたんだけど、最近はマット変えて、ほんと幼虫のこれぐらいまでなったら幼虫の星になる率もだいぶ少ないから、このマットが、だからもうこれで3ヶ月の方がまあ工数的にも楽だしっていうので、これにこの感じに落ち着いてるかな。で、狭いな、やっぱ普段。ちなみにこれ、この作業してるとき横向きでやってるから、うん、狭いね。
具志堅もそう思ってるかもしれないけど。そこに滞在してないんで僕その作業今日が初なんで。そうか。てか動画外の時はいつも横でやってる。ちなみに作業。ああそうなんですね。やっぱ狭い普通に。これで。よし。てか12匹もうあっという間に。でまあカゴごとにとりあえずできます。これだけは間違えたり忘れないように。しっかり閉めて。こいつらがだからちなみに孵化したのがまあ9月ぐらいだから孵化して1ヶ月から2ヶ月ぐらいって感じ。でこのサイズ感だね。で、動画にしらすマット交換の時期が言ったら、まあ、9ヶ月ぐらいかな9ヶ月目ぐらいの子たちって感じだからこっから7ヶ月後ぐらいまた動画になったりしてると思う。おなんか具志堅たちが見てるのはそれぐらいの時期の子かな7ヶ月後ぐらい。あそこから2、3回マット交換するんでしたっけ。そう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 。なんか結構よね。すげえな。さあそしてもうこれもこのままいっちゃうか。はい。そうだからもう採卵したやつをその月採卵したやつごとにカゴに入れて、うん、基本的には、頃合い見て一気に個別に移していくイメージ。種類ごとにっていうよりは、うんうんうん、じゃあ次行きましょう。次はこれですね。はい。お、これもう見えてるね。ここに。はい。これヘラヘラの164と70ミリ。これが3ボトル分だね。164? そう。でっかいよね。そうですよね。ビビるでしょ。そこで言ったらさっきの子171だよ。え俺聞き逃してた。聞き逃してる。うん、だからあこっちでびっくりするんだと思って。具志堅だけ数字が少なければ少ないほど大きいと思ってんのかなと思ったけど、なんか防御率みたいな。171の遺伝子の子たちだったんだ。そう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 。そうだからすごい楽しみな子。まあ、こっちもこっちで楽しみなんだけど。はい。これはだから、合計27。おお。いるかもしれないって感じだけど。うん、さあどうでしょう。まず7からいきましょうか。はい。もういてくれそうだな。はいはい。お良さそう。どうだ。いい感じだね。タイミング的には個人的にはすごいいい感じ。3、4、5ですね、うん、とりあえず5。次はここ10。あーでも そんなに多くないか。3、4と4匹。ちょっとここは少なかったね。さあそして次これも10。おーどうだ。おいいぞ。おーどうだ。10いったか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。素晴らしい。10枚抜き10と無事でした。はい。そうだから結果的に、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、27匹中19匹って感じだね。うん、そういや素晴らしい。十分かな。まあ半分以上って感じか。半分以上、まあ7割ぐらいかな。これも入れていくと。はい。ではもう、うん、マットとの相性とかっていうよりかは、うん、卵とか幼虫のちょっと力というかかなと思ってるけどね。まあ、うん、もしかしたらやっぱちょっと狭い分ボトル、はいはい、傷たまたまぶつかっちゃう子とかもいるかもしれないけど、なんか、でもやっぱ見るときに、うん、
ダメそうかもみたいな言うじゃないですか、うんうん、色とか見て、うん、一応それでも10個一緒に入れてるって感じなんです。あ、そうそうそう、うん、まあもう関係なしに、うん、だ孵化してきてない子もいるだろうし、孵化してからもやっぱ幼虫自体が体の弱い子っていうのをどうしても出てくるから、うん、そういう子はこのここで掘り返す時までに星になってるっていうこともあるとは思うけど、うんうんうん、そうだからこの10匹中10匹っていうのはすごい嬉しいよね、うん、無事にみんな大きくなってくれてるっていうのは、はいはい、でもここまで来た子たちはやっぱりもう強いね、そもそも体は、うん、ここからまあマットに異常がなかったりなければ基本的にすくすく育ってくれるかな、うん、ただほんと孵化してすぐとかの子をこういうマットに入れると結構星になってる子とかも現れたりしてたから、うんうんうん、あとやっぱ初齢ちっちゃい初齢の子をここに入れてるとどうしてもここにオスメス判別できずにここに 2,3 回マット交換しないといけなかったりとかあるから、うんうんうん、そうもうこっちの都合もあるかな、飼育っていうか、まあ、作業効率的な部分もあると。そうでもここでこんなちっちゃかった子が最近でいうと人工養殖に移し替えたりとかマット交換したり浮かしてきたりっていう子になってるっていうのはね、うん、すごい話よね。1年前にこんなことこのサイズ感だったっていう子たちだから、うん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 、あっという間にこんなもうだってサイズこの俺よりも高いぐらい、うんになってるから、うんうん、俺の座高が 3m40 だからおいどうなっちゃったんだよ、4万超えかい座りで4万好きだよな、具志堅みんな知ってるからこのチャンネルで400回ぐらい出てたよ、お前そんなにはまだ多頭してないけど、片揚げポテト次に出てると思うみんな知ってるんだよねまあだからそうか、先に作っといて、うん、で出してでポンポンポンと入れていくって感じ。そうでテプラ貼ってうん卵取ってうんまた掘り出しうんまで行くとしたら掘り出しまでが 100% の割合だとしたら、うん、今作業でいうと何%ぐらいなんですか。ああ15% ぐらいじゃん。ああ、じゃあまだ初めの方なんだ。めちゃくちゃ初め。へえ。採卵して割り出してるだけだからまだ。こっからマット交換が4回から5回ぐらいっていうイメージになるからね。その15%ぐらいだね。さあ、そして次あと2ですもう。はい。ここからねちょっと心配なんだけど、まあとりあえずこっちから行こうかな。これが 164.4 と 66.9、うん、そうだからオスは同じって感じだね、うん、でこれもねこれ2匹、はい、2匹って感じで2匹いてくれればっていうところだね、うん、あでもフンはおいいんじゃない、どうでしょう。おーいよっしゃよかったです。よかったよかった。どうですか状態は。お立派立派、もう3例なってるね、もう脱皮はしない。この頭がやっぱでかいよね、もう3例だから、はい、ここまで来るともうオスメスわかるんだけど、うんうん、でももうこのタイミングはもうみんな変わらずボトルですね、ボトルに入れます。で2匹、はい、になったな。よかったですね。素晴らしい、よかったよかった。ちょっとマットの雰囲気がなんか微妙そうだったから心配してたんだけど、もう見守るしかないって感じですか。マットを追加するとか、そうね、マットを追加 したところでしても変わらないかな。うん、やっぱマットを追加したりマット変えたりとかしてっていう風にやるときにはもう幼虫が星になってたりっていう結果も分かっちゃうから、うんうんうん、よりかはもうそこに入れといて放置してる方が多いかな。うん、
で、ここに置いとくか。ちょっと一旦こうしておきます。はい、はい、さあ、結果2匹無事でした。よかったです。はい、さあ、そして合計何匹かっていうのもちょっと楽しみだよね。確かに、こんだけの数ヘラクレスが出てくることってまああんまないんじゃないかな、動画で。うんヘラクレスの幼虫がやっぱり今からこのタイミングが一番言ったら星になってる子は多いかもね。そのやっぱ安定しきれてない時期。はいはい。さあ、そしてラスト、これが165と65、はい、だからメスはちょっと小ぶりなんだけど、これも2匹。うん、これも心配だね。うん、どうだ。さあ、行きます。あ、でも糞あるぞ。お、よし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 。あーあーああ、星になってるね。あ、途中までは育ってた。そうだね。うん、これがどうなんだろうね、原因が分かんないけど、うん、ちょっと星になっちゃってました。うん、1匹はすごい元気で、はい、よかったです。難しいっすね。うん、だからまあ個別の方がいいっちゃいいかもしんないけど、うん、個別で管理して孵化してきて、そのステージに合わせるというか、うん、なんだろうな、だから卵管理の時はほんとちっちゃいカップに入れて、孵化してきて安定しだしたらちょっと大きめのカップに入れてとか、うん、っていう方がいいかもしんないけど、うん、ちょっとうちのマットの量とか作業効率とか考えた時に これが一番いいかなっていう状態、うん、僕的には、うん、やっぱちっちゃいうちにここに入れて管理してて、星になってた時の、星になる子も結構いるし、あとやっぱ星になった時のそのマットの消費量というかっていうのが結構もったいなさも出てきたりするから、うん、もったいなさっていうか金銭的な部分って感じか、から今はこれで落ち着いてるって感じですね。そうで、これ5匹とかでやってみたりしても結果的に率はやっぱあんま変わんないかな。まあ今の2匹中1匹っていうのは5割とかになるからあれだけど、はい、やっぱ孵化率は7割やったらいい方のイメージ。だけどね、特に数抱えて感じるのは、うん、6から7っていうイメージかな。卵からあのこのサイズ感までなってくる子っていうのは、うん、だからその中でさっきの10いたのはやっぱ嬉しいね。10個中10っていうのは。そうか。はい、これで終了です。はいはい、で結果的に56個あったんだけど、56個で結果16個余ったから、最大55匹だったから、40匹か、うん、孵化してきてくれてたって感じかな。元気に育ってくれた、はい、感じになるかな。数える。16個余った。16個余った。56個作って16個余ってるから40か、うん、そうで、まあちょっとさっきの余ったやつ2ボトル分は省いてるから、うんうん、40匹、うんうんうん、ですね。55匹、55分の40って感じになりました。うーん、うん、なるほど。だから、まあ、やっぱ70ちょいかな。まあまあ大体平均ぐらいのイメージですね、これが。うん、で、まあ、こっからはあとはまあみんな今日の投入日と、まあ、大体の孵化時期、ネプチューンでいうと7月の前半に卵をこれ入れて管理してたんで、その8月その1ヶ月後ぐらい、だから8月頃孵化って感じで管理して、今日の日付投入日を入れて、そっからまあその幼虫ごとにマット交換していくっていうイメージで、うん、だからヘラクレスの場合は、8月に卵入れてるから9月孵化って感じになりますね。そうだから1ヶ月半ぐらいでこのサイズ感って感じだから。ちなみに来月個別管理する子の毛のボトルちょっと見ます。来月の、あ、もうちょっと卵が見えなくなってるから孵化はしてるんだけど、はい、ちょうど幼虫見えなかった、幼虫を見せなかったんだけど、ああ確認してから持ってこいって話なんだけど、まあ動いてるのか幼虫も、そうそうそう、
これちょっと見づらいんだけど、はいはい、これぐらいだ。さっきの声より2、3回りちっちゃいぐらい。これがまああと来月の1ヶ月後ぐらいに個別に分けるんで、うんうん、来月の下旬ぐらいか、11月の半ばから下旬ぐらい、その時にはあれぐらいになってたりするって感じかな。そうで、この子たちまでは半分だったけど、やっぱ言っても土多い方がいいっちゃいいかなっていうので、少なかった理由もなんか酸欠とかになるのが心配でだったんですけど、やってみたらその心配はなさそうだったんで、うんうん、もう7割8割ぐらいまで入れて、そこで2ヶ月ぐらい放置して個別にしてるって感じですね、うんうんうん、にすることにしました。おはい、はい、ということで、以上なんですけども、うん、どうだった具志堅？そうですね、このサイズの幼虫見るのがすごい新鮮な感じもしましたし、そう、ね、だから動画撮るときは僕はかなり一番最後のマット交換とか、うん、ウカ掘り出しの部分だけ見させてもらってたんで、確かに、あそこに行くまでまだ今の段階で 15% ぐらいっていうのも今日知れましたし、であそこからだから10匹中10匹出たボトルもいれば、だいたいまあ7割ぐらいっていうのを初めて知りましたし、うん、だ結構なんていうんですかね、悲しき場面、まず最初に出くわす、まあね、うん、でそこからあの後ろみたいなケースに入れてから、なんか幼虫がなかなか大きくなってないみたいな、うん、だから結構羽化掘り出しまで行く成虫の、いやマジでね、本当に一匹一匹当たり前じゃないんだなっていうのは結構改めてまた感じましたね。ああそうね、一番初期のなんていうんですかね、本当にあんまり見ない作業だった。あ、幼虫が順調に育っててまず嬉しくて、うん、で最後羽化まで行ってまた嬉しくてっていう感じ。そう、ね、そうだからもう相当な試練は乗り越えて羽化まで行ってくれてるっていうのはあるから、うん、そう、羽化寸前でも星になる可能性あるし、うん、だもう基本作業するタイミングごとにもうちょっと、死のリスクを乗り越えてくれてるっていうのはやっぱあるから、はいはい、その中でも一番こう星になってる率が高い。まあその難しいんだけど、そもそも無精卵だったっていう可能性もあったりするし、はいはい、うん、そうだからここまで、うん、そうね、基本的にやっぱもう無精卵というか、まあここまで来る子の数はもう決まってるというふうに思わざる得ないぐらいの感じというか、やっぱ7割8割ぐらいのイメージだから、やっぱ 100% っていうのはまあないんで、7割8割、孵化してる子がいてくれたら万々歳ぐらいの感じだから、そうだからそこも難しいね、うん、そう、まあでもそういう中でこう乗り越えて生まれてきてくれてるっていうのはあるから、そう、俺らも言ったら精子の状態でこう競って何億の数で競ってこうやって生まれてきてるわけだから、そう、そこで考えると、まあ、まあもちろん こいつらはみんな一匹ずつ命あるけど、うん、そういうなんかいろいろ乗り越えて羽化まで行ってるんだなっていうのはちょっとこう常々思えるのはあるかな。だから、うん、そうね、まあだから7割な、いつで言うとざっくりだと多分7割5分ぐらい、75% ぐらいの孵化率でしたって感じで、だから印象で言うと普段孵化率いい方だったかな、70% のイメージだから、それプラス 5% ぐらい上がってるっていうのはすごい嬉しい、いい結果になったと思うんで、あとはまあこの子たちが3ヶ月後、だいたい3ヶ月後ぐらいに、オスメス分けて、あの動画でひっくり返してるようなでっかい子たちになってくるって感じになるんで、うん、この子たちはもう来年のオスに関しては来年の年末とかに羽化してくる感じの子だから、うんうん、またそのタイミングでちょっと思い出してもらえたら嬉しいね。はい、うん、でもまあ具志堅と、久しぶり、まあこの作業やる機会なかったから、はい、やれてよかったです。はい、はい、そんな感じで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。